はい、こんにちは。前に詰め将棋短手数ですけども、今日の詰め手数は11手です。考えてみてくださいと。短手数の定義は定まってないんで、11手も短手数と私しちゃって、この投稿をしてるんですけども、この詰め将棋は、まあ、やや長いから、ちょっと難しいかなって感じですね。難しい手自体は多分1手だけかなっていう気がするんですけども、それが後半なんで、頭の中だけでその状態を想像するのがやや難しかったかなと。まあこれ角打っちゃうとこうなっちゃって重たくなって、ちょっと続きこんなことしてバラバラにして、こっから打っていくようなのもちょっと金が2枚ないとそういうのもダメなんで、まあ角打つのはダメと。でまあ桂はもうもちろんすぐ目につきますけども、まあこれは打ち伏せ目になっちゃうんですけど、まあでもとりあえず歩は打てないけど、まあこうするしかないかなと。でまあ銀落ちてるんで、なんでまあ馬で銀取って、でまあもちろん同金は今度は歩じゃなく頭に銀が打てるんで詰んじゃうんで同玉と。でまあすぐに跳ねちゃうともう桂頭の玉寄せ肉死になっちゃうんで、ここはまあ馬が角になってちょっと残念ですけど、その代わり銀が手に入ってるんで。でこれこういうのって移動はって結構びっくりするんですけど、この場合はまあ単に銀打てば取れないし逃げられないしということで、移動は大丈夫なんで、まあここはまあなんか合駒すりってと。でここに歩があるのがこの歩での詰みを防ぐためかなと思ったんですけど、これ別にこの歩っても詰まないんで、この歩なくてもよかったんですけど、まあこういう手を読まなくていいよという親切心かもしれません。でここからですね、ここでまあ一番難しい手ですから、歩って同金同桂成同玉で金銀だと足んないんですよね。ここに隙間、この歩がいなければいいんですけど、まあ前に進める合駒されちゃうと、この歩、これ打てないし、こっから打っても、こう逃げて、これ、馬じゃなくなっちゃってるんで、ダメなんで、ここに、歩を打って金を手に入れる筋はダメなんですけども、ここでまあ、ですから決め手は、ここに歩が打てればいいんで、こうと。で、まあ、これは同玉の一手で、歩打って、3石戻った時に、今度は、ここへ逃げられなくなってるんで、4三桂ならずが効くということになります。これはもうもちろん前へ進める駒でも取れないんで、ということで、詰め手順を確認すると、こうで、こうで。初手が2四桂、2二玉、3一馬、同じく玉、5三角。まあ、合駒は、まあ、桂だとさっきのこの筋が生じるんで、まあ、前へ進める駒なら何でも OK と。で、決め手は2二銀、同じく玉、2三歩、3一玉、4三桂ならずまでの11手詰めとなります。じゃあ以上です。ご覧いただきありがとうございました。詰将棋動画には、このように再生回数の多い人気の動画も多々ありますんで、この辺あたりをクリックして、別の動画も見ていっていただけたら嬉しいと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございました。